私はミカ。どこにでもいる、シュートメとの圧力に悩む一児の母だ。シュウちゃん、今日も来たわよ。どんなお家がいいか一緒に考えましょう。お母さん、だから来る前は連絡をくださいって何度も言ってるじゃないですか。まあまあ、いいじゃないか。母さんだってわざとじゃないんだし。夫のシュウに義理の母。義母は夫にべったりで、ことあるごとにこうして突然家に押しかけてきて困っている。そんな中、今私たちは夢のマイホーム計画を進めていた。何？この埋め込み型食洗機って。食器なんて手で洗えばいいだけなんだからいらないわよ。もったいない。収納が減るじゃない。やっぱり家に収納は大事だよね。待って。もともと皿洗いはシュウくんの係なのに、水につけることさえしないからそれなら食洗機を買おうってなったんです。まあ、家事を一家の大黒柱であるシュウちゃんにやらせてたの？そういう話じゃなくて。この家は私たちのもので、義母と同居なんて話は一切出ていないのに、一時が万事この調子で、私はもはや心が折れてしまいそうだった。でも、この時はギリギリで同居を回避できただけまだマシだった。それから10年後。はい。え？お母さんが階段で転んで骨折して入院？義母が腰の骨を折り、要介護認定を受けて同居を余儀なくされてしまうのだから。今思えば結婚した当初から義母は過干渉だった。シュウちゃん、体調崩してない？ちゃんとしたもの食べてる？ストレスはない？大丈夫だよ、母さん。心配してくれてありがとう。そうそう、今日はシュウちゃんが大好きなブリ大根を作ってきたの。いいの？やったー。新婚夫婦の家にずかずかと上がり込み、隅々まで家事をチェックして荒探し。炊事も洗濯も部屋の掃除も、ずいぶん手抜きなのね。あははは、お母さんもご存知の通り、うちは共働きなので、そうやって言い訳する時間を家事に当てるだけでもだいぶ変わるでしょうに。口ばっかり回って手は全然動かさないのね。ああ言えばこういうのはどっちよ。早く帰ってほしい。だが私が一番腹立たしかったのは夫であるシュウの煮え切らない態度だった。ねえ、いい加減お母さんに何とか言ってよ。じゃなくて、あなた今までそう言っておいて一度もお母さんに何か言ってくれたことないじゃない。だから、一回手を止めてちゃんと聞いてよ。ミサが生まれた時に、なんだ男の子じゃないのねって言われて、私がどれだけ悲しかったか分かってるの？シュウはとにかく面倒事から逃げる体質で、そのしわ寄せはいつも私に来ていた。だからさ、言ってるだろ？母さんは何言っても聞かないから、適当にはぐらかして流しておくのが一番楽なんだって。あなたは実の息子だからそれでいいかもしれないけど、私は顔を合わせるたびにひどいこと言われてるの。結局、シュウが義母から私をかばってくれることは一度もなかった。そんな私にとって唯一の希望がマイホームへの引っ越しだった。やっと貯金も貯まった。これでやっとこの過干渉の生活からおさらばできる。可能な限り義実家から遠いところに建ててしまえば、さすがのあの義母も足げく通うのは難しいはず。しかし、義母の過干渉は私の想像を超えていた。シュウちゃん、シュウちゃんは一家の大黒柱なんだから、部屋はもう少し大きくでもいいんじゃないかしら？じゃあそうしようかな。ちょっと、間取りは二人で散々話し合って決めたじゃない。あなたの部屋を大きくってどこを削る気？隣の部屋は。あら、あなたの部屋だったの。じゃあ別に多少小さくたって構わないわよね。それで私の部屋はどこになるの？え、この家二世帯にできるような大きさじゃないですけど。そもそもする気もありませんし。そうじゃなくて、私が遊びに来た時に泊まる部屋よ。いちいち嫌な言い方をするわね、本当に。客間があるじゃないですか。義理の母親である私を他人扱いするのね。まったく、本当に礼儀がなってない。こんな攻防を繰り広げながらも、なんとか完成したマイホームは快適だった。はぁ、お母さんが遠くにいるだけで、こんなに心も体も楽になるなんて。ママ、いつも嫌み言われてたもんね。娘のミサから見ても、義母の嫌みはひどいものだったらしい。義母から解放された私を心から祝ってくれた。それから10年。我が家に来るたびごとに義母が嫌味を言うのは変わらなかったが、その頻度は週1から数ヶ月に1度、半年に1度まで減っていた。快適な生活が続いていたのだが、お母さんが腰の骨を折ったからって、なんでうちで面倒を見ることになるのよ。仕方ないだろ。もううちで引き受けるって言っちゃったんだから。義母の骨折をきっかけについに同居生活を余儀なくされてしまった。おかしいじゃない。お父さんが亡くなった時、お兄さんが母さんの面倒は俺が見るからその分も込みでってがっつり遺産を持って行ったのよ。
母さんのたっての頼みなんだよ。兄さんは仕事も忙しいし独身だから面倒見れないって。私だって普通に仕事してるんだからお母さんの面倒なんて見れないわよ。でもほら、ミサもいるし、あいつを呼び戻せばなんとか。ミサはようやく就職して家を出たところでしょ。あの子まで巻き込まないで。だが実際問題として義母の退院後もしばらくリハビリが必要で、生活力のない義兄にそんなことは任せられないというのも事実だ。なんでよ、娘も独り立ちしてようやく自分の時間が取れると思っていたのに。まあまあ、母さんも年取って丸くなっただろうし、お前が我慢してくれれば丸く収まるんだって。そう言ってヘラヘラ笑う夫の顔を見て、私はとある復讐を思いついた。ただいま。母さんの介護ベッド届いたんだって？うん。あれ結構でかいんだよな。どこに入れたんだ？あなたの部屋だけど。は？なんでだよ、他にいくらでも部屋なんてあっただろ。そう、夫の部屋に義母の介護ベッドを放り込んでやったのだ。ほら、うちで一番大きいのはあなたの部屋でしょ。一家の大黒柱なんだからもっと大きな部屋でいい。お母さんの言ってたことに従っておいてよかったわね。待ってくれ、それじゃあ俺はどこで寝ればいいんだ？だからお母さんと一緒に寝ればいいじゃない。広いんだから全然余裕があったわよ。ふざけるなよ、それじゃ俺の気が休まらないじゃないか。夫がこういうのは分かっていた。でもお母さんもその方がいいって言うし。は？お前、母さんにもう言ったのか？もちろん、お母さん喜んでたわよ。どこの馬の骨かもわからない私より実の息子に介護された方が嬉しいって。ちょっと待ってくれ、俺が介護するのか？もちろん手伝うわよ。でも私は結婚当初からずっとお母さんに嫌われてるからな。怒りでわなわなと震える夫に私はとどめの一言を送った。今まで私がどんなに反対してもお母さんの要望をずっと通してたのはあなたでしょ。これがお母さんの要望なのよ。家族を思えば我慢できるでしょ。なあ、あなたが働きに出てる間は手伝ってあげるから、これから頑張りましょ。その後私にとって予想外の嬉しい誤算が生じた。はあ、15時までに資料を作成しないと。しゅうちゃん、喉が渇いたの。あとおトイレも。ちょっと待ってくれ、ミカを呼んでくるから。私はしゅうちゃんにお願いしてるのよ。見てわかるだろ、仕事中なんだよ。感染症による非常事態宣言に伴いリモートワークとなった夫は24時間義母と生活を共にすることになったのだ。別の部屋で仕事していても母さんは俺を大声で呼びつけるし、ミカを毛嫌いして体に触れさせようともしない。俺は一体どうしたらいいんだ。しゅうちゃん早く。自業自得でしょ。みるみるうちにやつれ果てていく夫を横目に私はそうつぶやいた。これはまだ夫には言っていないのだが、娘のミサが彼氏と結婚を考えていて、もし私が望むなら一緒に暮らしてもいいと言ってくれている。あなたが我慢すれば丸く収まるわけだし分かってくれるわよね。そう独り言を言いながら私はこっそりと離婚と財産分与の準備を進めるのだった。